石のメは、羽を持たない昆虫、いわゆるブ羽ネ昆虫のうちの一群で、大部分の昆虫を含む有刺昆虫に対して、祖先的な特徴を大きく保持している。全世界の湿った土壌に生息する1 5ト、mm、ル以下の小さな昆虫で、外見的には、シミ類にやや似る。腹部を地面に叩きつけて、ジャンプを行うことからこの名がある。日本における石のミの一種。 腹部にも付属詞が確認できる体は細長く、シミとは異なり扁平ではない。触覚や、老いと、微毛のいずれも無知上で長く、詳細髭も大きい。後期は外採口。シミとは逆に、腹眼単眼が大きく発達している。体表は、シミ同様に鱗粉に覆われ、多くの種では、褐色のまだら模様がある。胸節には明確な三体の不足を持つほか、複節の覆面にも、 体を成した、付属紙を、市場に有する、野外の枯れ木や石垣、土の上などに住んでおり、陸生の微細なソウルや地位を食べる。水は、口から飲まず、腹部の覆面の石管から棒でする。脳状態の膜面を結露した水滴などに押し付け、吸収する。何かに驚くと、腹部を地面に打ち付けて跳躍し、その動きは素早い。メスの体内に精子を導入する、攻撃を持たず、 オスは糸を分泌してその上に生液の雫を置き複雑な配偶行動でメスを誘導して生殖口から吸収させる寿命は長く約3年生きる昆虫砂のうち最も早く分岐したグループで原生のうち最も原始的な昆虫の目とも言えるただしより古い時代に分岐したうちアゴ類またはその一部を抗議の昆虫に含めることもある 古典的な分類では、石の実目と染ミ目をブーファネアコートし、それ以外の有志アズナと対比させてきた。かつては、体の外形が染み目と似ていることもあり、染ミ目の石の実ア目に分類されていたが、1960年代、頃より、体の基本構造に非常に原始的な形質を有する別系統であることが分かり、側系統群として分けられるようになった。それによると、普通の昆虫は、 大顎ガズガイと2カ所で間接するため可動性が制限されるのに対し、この類では1カ所だけで間接している。そのため、石の実目のみからなる単関節球アコウを立て、それ以外のすべての昆虫を総関節球アコウとして分けられることになった。AB 青木純一編。日本産土壌動物検索図説東海大学出版会。 ISBN4-486011562 ありがとうございます。